ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は格安の対衝撃スマホジオテル G1 をご紹介します。通常対衝撃性を備えたスマートフォンというのは格安スマホメーカーの製品であっても3万円ぐらいしたりするんですが、今回ご紹介するジオテルの G1 は約1万円で購入することができます。まずスペックですが次の通りになります。 CPU はメディアテックのMTK6580A、 RAM は 2GB で ROM は 16GB、 ディスプレイは 5.0 インチで解像度は 1280×720 ドット、カメラはリアカメラが800万画素、フロントが200万画素となっています。バッテリーは 7500mAh で OS は Android 7.0、 そして現在の Amazon での販売価格は14,480円となっています。1万円で買えるスマホではありますが、スペックはそこまで悪くはありません。まず CPU の 6580A ですが、こちらは AnTuTu で2万点程度、GU06 プラスとほぼ同等のスペックを持っていますので、よほど負荷の高いことをしないのであれば十分快適に使えるスペックです。また、RAM も 2GB 搭載されているほか、バッテリーについては 7500mAh と一般的なスマートフォンの倍の容量が搭載されています。それでいて対衝撃性を備えており、かなりコストの高いモデルと言えます。またこの端末だけの特徴的な機能としては、背面に USB 端子を搭載しており、ここに USB ライト等を接続することによって電気スタンドとして使うこともできます。今画面に表示している写真がそのような使い方をしている際の画像です。ということで、かなりコスパの高いこのジオテル G1 ですが、最初にご紹介した通り、現在 Amazon では約1万円で購入することができます。この動画の概要欄に販売店のリンクを貼っておきます。詳細なスペック等が気になる方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。